まあライブ後ちょっとまあそれぞれね、あのー、忙しくお仕事したりとかそうですね、うん、練習も必要だったりとかもするけどねそれでまあそれぞれちょっとあのお仕事関係とかを頑張ってたのかなって感じですね僕は <laughs> <laughs> 僕は音楽頑張ってましたよ仕事も、ね、いや仕事も仕事も頑張ってましたね <laughs> というわけで久しぶりになりましたがね。はいはい、えっとひでらし久しぶりにここからまたね改めて定期的に上げていけたらと思ってるので、はい、皆さんよろしくお願いします。お願いします。えっとこの番組はですねえっ、ー、とひでだるまの、えー、達人ともと、えー、太鼓の三号がえっ、ー、と日々のことだったり、えーうん、音楽のことだったり、うん、趣味のことだったりを、うん、なんかいろいろ話していこうと思ってる番組です。はい。えー、YouTube、Spotify、えー、Amazon、iTunes にて配信されてますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録をして、配信をお楽しみにしてくださいませ。というわけで、本日もいってみましょういというわけでですね、はい、今回、はいえー、なんと、えー、メールにて質問が来てるおおいや答えていこうかなね。思います <laughs>、えー。匿名希望さんからです。 えー、お二人に質問です、えー、<い>そのヒゲで普段はどんな仕事をされてるんですか、えー、ああサラリーマンとかではないですよね、えー、教えてくださいということでヒゲこの見た目でお前らは一体何をしとるんだといや、まあ、当然 <laughs> 当然よね当然,の当然の質問 <laughs> その疑問ね一体何をしてるんですかっていうね僕はですね、えー、自分のお店服屋さんと、えー、バーがあるんですけども うんえー、そうですね、ブランド、三号というアパレルのブランドをやっていて、それをメインに、えー、服屋さんの隣でバーをやってたりしてますね。あグラフィックデザイナー兼、あれですかもうやめました。やめました。<laughs> <laughs> その辺はちょっと後であとは僕はあれですね、あのーあれあのー、カメラマンですね、スチール、写真の。写真を撮って、あのー、お仕事に。 してるんですけどねカメラマンとまあ僕はザ・グリーばデザイナーっていう感じでねやっていてその2人、えー、が、えー、バンドもやり始めたぞっていうのがヒヒゲゲでですすねねそうん、いやね僕もでもカメラマンってたまにね「そのそうで何してるカメラマン」って「あカメラマンっぽいですよね」なんて言われることあるんやけど。うん こんなカメラマンあんま見たことないんですよね <laughs>、うん。俺もあんまないけどね。<laughs> カメラマンっぽいんだと思って。まあ派手だからじゃないまあ,あういうカメラマンデザイナーとかーなんかそういうクリエイティブな類い。うん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 。見られんじゃないかな。うん、会社員会社勤めをしてるようには見えないっていうような。会社勤めをしてるようには見えないですよね。見えないよね。見えないいやでも僕会社勤め結構してたんどんぐらい 僕、え、8年ぐらいは、会社勤めしてました。え、その時ひげないでしょひげ、そうね。あの、ひげ、ひげだるまで言う、まこっちゃんとか、ちょうやとか。じゃあ大丈夫だよ。大丈夫。まともな範囲。3号ほどはなかった。やっぱ今の僕らは、ちょっとね、思ったよりあるみたいだから。そう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 、もう、麻痺してるからね。うん。そう、麻痺するっていう意味じゃ、よくあの、今、夏やん。 うん、夏場になったら「トモさんそのひげ暑くないんですか?とと言われる」とか俺,俺も今めっちゃ言われる <laughs> でもねよく考えたら僕もう8年9年たってるわけで、うん、ない時なんて忘れてるわけよねこれそうそうそう涼しかったのとか、うんうん、今が今なんてだってひげなくたって暑い勝っといて冬別にここ暖かいわけでもないですしひげあ,、ねうん、あ,あるから暑いっていう感覚はね全くないないよねない、うん、全然ない まあ、これ、ヒゲがなくなったら、ちょっとまたあ、新しい扉が開かれるかもしらんけどね。いや、涼もうっいならない、ならない。<laughs> 多分、なんないと思う。ああでも、半年ぐらい前、1年ぐらい前、サンゴ一回剃ってたから、わかるんじゃん。うん、涼しかった。 いやだから何も変わんないですよ。またすぐ生えてくるし。俺、これ何年って言われるけど、俺、これ半年ぐらいだから。そうだね。ポテンシャルの違いがあるのはね。半年ぐらいで、多分一回切ってるしね、俺。僕はもう8年ほったらかしで、ここまで、この程度なんで。いや、だから、トモさんも別に生やそうと思ったら、すぐこんぐらいまでも戻るでしょ、多分ゼロになっても。うん、まあ、密度が違うからね、ちょっと。あの 見え方はね、いろいろだけども。うん、まあまあ、そんなわけで、えー、デザイナーとカメラマンというのが、あはい、普段の仕事なんですが、うん、さっきちょっと話に出たグラフィックデザイナーっていうのが、うんうん、僕はもともとメインがグラフィックデザイナーでやってきて、うんえー、何2011年に独立したんですね。<ー>自分の会社、バグスタジオっていう会社で。はいはい、で、やってきて、ねまあ、そこから、 何年かな5年前ぐらいまではもうグラフィックデザインメインで,、うん、で僕がやってたグラフィックは、まあ、例えば、えー、演劇とかのポスターだったりとか、うんえー、パンフレットだったりとか、うん、あとはいろんなメーカーのパンフレットだったりとか、うん、みたいなあ,、まあ、あとはバンドさんのグッズだったりとか、うんうん CD、ジャケットとかねでも幅広いよね。 でも基本はやっぱり僕は印刷物が一番多かったので、うんうん、印刷関係、うん、まあまあグッズ作るって言ったって印刷だしね結局シルクスクリーンのあ<ー>、うん、あそうかそうかだけどもう時代の波がね、うん、あれと、うん、俺これ極めたら一生食えるなと思って、うん、まあそれこそ、えー、と仙台でバンドやってて、えー、バンドやめて音楽もうやめたってなって東京出てきて、うんうん で東京で、えー、グラフィックを勉強してデザインをやるとやってやってきたんですがその当時はデザインはグラフィックはね印刷物は稼げたんですよ。うんめちゃめちゃデザインフィーという言葉があって、はい、まあデザイン量があって、うん、もちろんそれがまずベースにあって、うん、プラス印刷代があって、うん、で印刷所も、えー、プロのデザイナーとしか付き合わない。はい、もう素人さんは お断りですも,、うん、もう完全版下入稿という言葉があってその完全版下っていうもういつでも印刷に回せるデータを作れるやつしか相手にしてもらえなかった、うん、それがですね、うん。ね インターネットというものができて、もうそこから、もうあれよあれよとデザインフィーは下がるわ、便利になるわ、ネットで入行できるようになるわ、昔もこんな MO ってフロッピーディスクのなんか、そうそう、MO の束で入行しに行って、車でね、車で入行しに行って、ほんで入行データチェックしてもらって、ほんで、それがリンク1個外れてるとか、そういうのがあるんですよ。リンク外れてたら それ、もう入ってるからいデータそこでつないでくれればいいのにだめ、うん、ですと戻ってやり直しつまた30分かけて事務所戻って <laughs> で、リンク一個つないで<ー> MO にもう一回保存し直して<ー>みたいなね<ー>とかやったりしててまだそんなんもあったからまあその半下代っていうのが高かったり半下化するのが高かったりとか、うん、まあもうほんとねあっという間に10分の1ぐらいになってきて。うん で、今となってはもうデザインフィーってもう取りづらいぐらいの、ね、なんかちょっと聞かなくなった言葉ぐらいに請求書でも書かないみたいな、うん、その代わりこの生産物の単価に割り返してちょっとだけ入れとくみたいななんかもうパソコンがあれば印刷なんか誰でもできるようになってしまったから、うん、だって変な話 JPEG とかでも入稿できるようになっちゃったんだね,うね最近。うんうん 昔だったらありえないです AI 使えなかったら、うん、AI ってあの今の人工知能じゃないですよ <laughs> <laughs> イラストレーターというそうね,でね今 AI って言ったらもうねだからねまあでも僕はちょっとね、あのーうん、先見の命を持ってですね自分はだからこれグラフィックはもう食えないなとうんだそこでまあ いいろろね、あの先輩方の、あのー、ご指摘だったりご指導もありつつですけど、うん、サンゴという自分の表現を始めようと思って今7年ぐらい経つのかな。うんうん、で今サンゴ、だるまマークのサンゴ京都だるま印のででやっってまますすんでよろししくお願いいいかこねンゴを作って要はあそのあ、えー、人から、えー、依頼をもらってやる仕事がグラフィックデザインだったので、うん、自分の作品ではないわけですよね。うん うん、どんなに大きい仕事しても、うん、それこそ僕はあの、ウォルト・ディズニー・ジャパンの,あのプリンセスシリーズのデザインしたりとか、ね、プリンセスとい <laughs> うっすよそのお姫様ってことですかね、お姫様の外中で仕事を受けたりとか、うん、あのディズニーあの社にね、打ち合わせに行ったりするんですよ。うん、その時に、まず僕の姿を見て、担当者の方が、うん、うち、可愛いい系ですけど、大丈夫ですか <laughs> それは当然です、ね、あの担当の方が心配するのは当然 <laughs> みたいなことがあったりとか、うん、まあまあいろいろそのあの日本でもね大きい舞台があったりとか、うんうん、なんかそんなんがあったりしたんですが、うん、でもあのそのプロデューサーの方だったりとかのご意向に沿ってそこの中で自分の表現的なね、うんうん、ことをやるんですけどもそれこそ大きいあの広告代理店の方とかと仕事したりしても、うん 最終的に僕の作品ではないなっていうところができてきたのであれって思ってきてそれでね、ずっと食えるんだったらよかったんですけど、うん、もうデザインフィーも下がってるしこれから取れなくなるなーっていう、うん、もうねあの、駆け出しの大学生とか、うん、でもね、もうあのデザイナーって名乗るようになってきたし、うん、パソコンの値段もソフトも下がったんですよ。値段もうん、うん、昔はね、まず 50万60万ぐらいなかったら始められなかったんで、うん、一番最初もね、うん、パソコン買ってソフト買ってとかやったら50万60万もう気づいたらは80万とか、うんうん、スタートするのにそのぐらいかかる、うん、みたいなで、ね、インターネットもない頃だったので CD ロムで、うんえー、素材買ってとか。 それで言うとうカメラだって今もうみんな携帯で撮る時代だからねあそうだよねうんもちろん僕らが独僕もだから僕は2008年だったかな独立したのがだから今1 5 6年たってやってるけどやっぱまあちょうど僕はフィルムからデジタルに移行する時に独立をしたわけであ、ねうん、だから当時デジカメを買うか じゃあフィルムのカメラで揃えるかみたいなあのー、迷いはあったけど、うん、あまあ僕も先見の明があったわけじゃないけど <laughs> <laughs> まあまあ僕はもうフィルムはとりあえず自分の持ってるやつだけでさておき、うん、やっぱりお仕事として使えるカメラはとりあえずデジタルを揃えてやり始めたって感じでうん、うん、ねもう今今となってはあのー、フィルムでお仕事させてもらうっていうのはまあ僕は独立して1回やったかなぐらいの。うん うん、そんな感じで、うん、うん、まあもちろんね作家さんとしてフィルムをずーっと続けてね、うん、素敵な写真撮られる方っていうのはたくさんおられるけど、うん、まあなかなかお仕事でそれをメインでねやり続けられてる人の方がもちろん少ないと思うしねうん,うんまあだから今それこそもう携帯でねポスターとか駅張りだったりとかも携帯の iPhone で撮れましたみたいなね、時代になってるから今だって映画も iPhone で撮ったりとかね。あね うん、いやこんなん、ねうん、えー、まあまあ、まあ、今もねもちろんあのたくさんお仕事をやられてる方いるので、うん、あのもうグラフィックデザインなんて食えないよとか言いたいわけではなくて、うん、あの僕のやり方だと食えないっていうその、あのー、楽しくはねうん、うん、必死になってやったらもちろんね今の流れに乗ってとかもできるんですが、うん、もうやも,もちろんできると思うんですけど、うん、僕はちょっと楽しくなくなっていくなっていうのがあったんで。 だから、まあ、でまあまあ、あとそ,そのね、5年前、6年前ぐらいか、うん、う何歳 ?35 歳ぐらいですね。のにまに、まあ、じゃあ、これから40代入っていって、50代になると、うん、なった時に、やっぱ自分自身に価値をつけたいなっていうのがあったので、うん、まあ、その三号っていう名前を出して、うん、自分のブランドっていうものを持って、自分の表現。うん、だから、クライアントが、えー、今まで僕が相手にしてた、 クライアント側ですよね、うん、要はそっち側に回ろうと思ってん、うん、なんかブランドのショップバッ,ショッ,プバッグ、うん、紙袋ですよね、うん、こういうはい、はい、ギャルブランドのショップバッグとかめちゃくちゃデザインした一番自信作はあったんですかなんか一番自信作これギャルに受けたよ、まあ、その反応があったやつあのー、あだからで全部コンペなんで基本、うん で、ったやつとかは覚えてますけどね。ギャルっぽくできたんだ。いやだってそれこそね、あれっすよ、セシール・マクビーとか、ああいうのやってたんで、ああいうののコンペに参加してて、で、取ったら一撃でかいぞみたいな。あんりと夢があってね。でもまあ、楽しくはなかったっすけどね、やっぱり。自分作りたいもんではないろあったですけど まもちろんめっちゃ修行になったんですけどね別にだって興味ない分野でいろいろ調べて加工技術とかもいろんな新しい印刷技術とかもま今となっては当たり前のこともねいっぱいあるんですけどでもなんかねやっぱそうすねあのまま行ってたらどうなってたかなっていうあのまま行ってたらこんな冷えはしてないんだろうなみたいな。でも たわけででそのなりねまあだから20代の頃は僕は会社立ち上げの頃僕たぶん27歳なんですよねの時は年齢隠してやってたんでああ若いと27なんてまだね当時今よりももっとこう若い若手が出るのが難しかったような時代じゃない大体だって4050代の人たちと付き合ってたんでお仕事で。 これ、年齢ばれたらギャラ下がるなと思ってたんで、<ー>もう絶対サングラスは外さない。サングラスかけてやってたんだ。もう誰とも喋んない。<laughs> 名刺交換もしない。いや、逆によくそれで仕事が取れたよね。<laughs> でスキンヘッドで、スキンヘッドでひげ生やして、ひげ <laughs> 生やしてって言ってもこんなんじゃないですよ。あの、なんか、えー えー、どういいうですか短いひげでこ<ー>デザイン髭みたいなお,おしゃれな髭みたいなので、えー、とずっとこういうこめかみに眉間を寄せながら <laughs> なめられるかクソやろみたいなそうそうな,めなめんなよこの野郎で。<laughs> よかったそんな時代に出会ってなくてよかったです私もちろん名刺交換してくださいって来てもらったら名刺交換しますよ自分からは行かないっていうことです自分から行っちゃうとあの何してんのっていうこういう高校グラフィックとかやっててみたいなまあ仕事振ってあげてもいい予感になるんであっちから来たらおおおおもらったロがみたいな まあいろんなやり方ね人それぞれその年々のね、うんうん、年齢に合ったやり方というかまあ合ってたかどうかわからへんけど、ねうん、いや全然おすすめはしないですよ、うん、ものすごい嫌われたしねその分ハマった時がね強いっていうハマった時はそうあのがっちりうん、うん、なんかまあ嫌われるってある意味ね逆を返せばなんかそのそんだけファンもつくっていうやり方個性が立ってるっていう 結局今、あの、京都来て7年経つっすけど、まあ、本質は変わってないですよね、多分ね。好きなもんは好き、嫌いなもんは嫌いだから、あ、そうだね。そう。だから僕のことを好きな人は好きでいてくれるし、嫌いな人も山ほどいると思うし。そうかもしらんね。そうだと思う。いやいや、そのやり方はな、やっぱ変わんないよな。うん。いやいや、もう嫌われるなんて羨ましい。羨ましいよ嫌われたことないんですか もう<や>でもそうかもなああるあるけ。あると思うけど、そう,そうかもな<き>気付いてないよね。ともさんはね、<laughs> なんだかんだ最終的に可愛いから。可愛い,い、うん、人当たりもいいし <laughs> まあ、<laughs> うそうね、人が好き、人は好きだそもそもそも、そもともさんが嫌いにならない,ないですか。あ、そう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 ,そう、ねうん。それはすごくあるな。うん、だから、ひ、ま、ょ、あ、っとして嫌われてることもあるやろうけど、うん、気づいてないだろうなっていう。 ううんん鈍鈍感感だわまあでもいいとこっすよねそこがまあ結局はねそうなっていくんだろうけどもまあまあねまあでもどうですかカメラマンやってきてうんもうもう何年ですかだからもうだから僕はもう学生っていうまあ普通大学を出てもうカメラの修業アシスタント入ってからそれ一本でやってるんでえ22年。 年になだから22位から今47もうちょっともうすごいっすねねし、すごいよね半世紀半世紀四半世紀てやつよくやってきましたねほんまやで何とかね曲がりなりにもやってきてるよねちょっとボーカルとしても25年ぐらいはやらないとねまあそうよねもうだってそら カメラマンだって独立したての時はもう本当に何も仕事もなかったなって今思えば <laughs> <laughs> 確かにそうだったわうん僕は会社作って2011年だから何年、うん、独立したのはそんなに変わんないってことだ,ろだ俺2008年で19俺11年で、ね、3年違い、はい、会社会社作ったのが2011年うん,うんあじゃあもっと前からやってんの いやあのだから、修行期間はね,ね5、5年ぐらいあったろうから、<ー>きっと。うんうん、まあ、だから、何な年んなん、ね、?24 年だから、13年。13年。で,で、プラスで5年ぐらい足したら18年ぐらい、うんうん。俺もよく潰れないでやってきたよ。そう考えたら。<laughs> <laughs> よく頑張ったな、俺ら。俺ら <laughs> っ言っとこ <laughs> みんな褒めてヒゲだルマももうちょっと頑張る。<laughs> よく,よく潰れないでやってるよねってこうね笑いながら喋れるようになったらもう一人前かもしれないまあそれでまあいろんな時代のね移り変わりもあるんでね<ー>、えー、デザイナーとしてもね、えー、こんなこれからも、ま、どんどん変わると思うし、うん、だって AI とか出てきたしいやもう今恐怖よね今 AI の、うん、だってもう勝手に絵描いてくれるとかなって、うん、もうだって今勝手にロゴデザインとかしてくれる,するでしょとかなってきたからいよいよもう本当に、うん。 なんかやっぱ特色がないとその人に頼む何かがないともう多分生き残っていけないだろうなって思ってるのでまあそんな中ね僕はやっぱここで音楽始めたりとかこれもまた一つの菊田三号というねえの人間に関してはプラスになるかなと思ってねやっているところなのでねみんなでそうやって。 <laughs> 面白いものづくりをしながらねいろいろ、ね、やっていけたらいいなと思っている次第でございますはい頑張りましょうというわけでこのひげ2人は 2>、うん、なんとなくクリエイターを20年ぐらいや,つやってるやつらでした。はい、です はい、というわけで皆さんお分かりいただけたでしょうかう、ね、マイクを切る前にともが喋ってました <laughs> いやなんかあの打ち合わせ通りに行ってへんな <laughs> まあまあまあ、うん、そんなもんですねそそうな,なんかありましたっけ打ち合わせいやいやいやあキュッキュッとね、あのー、あもうちょっと短いこと行こうぜみたいな計画があったけどまあちょっとだらだら喋りたくなってしまうということでね <laughs> いう時もある朝 <laughs> あ、ねまあ、10分ぐらいでね収められるようにこれからちょっと頑張っていこうと思いますので「ひげだるまのひげラジオ、えー、こんなひげもじゃ二人でお送りしてきましたが<ん>、えー、YouTubeSpotifyAmazon、えー、と、えー、iTunes で、えー、ポッドキャストなどで配信しておりますのでぜひぜひ皆様はチャンネル登録して今後の えー、アップの方をね、えー、お楽しみにしていただけたらと思います。というわけでお送りしてきました「ヒゲラジをお送りしてきたのは「えー、太鼓三号」と「達人ともで」でスッス<ー> <laughs> <laughs> またお会いしましょうさようなら